大画面でゲームができたり映画見れたりとか、すごい未来を感じる車でした。タッチパネルでこう画面を移動させられるっていうのはいいですよね。前面のパネルがやっぱりすごい印象的というか、見たことない大きさかつカスタマイズ性もあったりとかして、新しいその車と車の外のインタラクションみたいなところはなんかやりがいありそうだなと思いました、はい。立体音響のスピーカーの聞こえ方が包み込まれるような音の鳴り方がして、なんかこういう音楽体験は、まあ、家ではなかなかできないなと思ったんで。まあ、ソフトウェアがベースになるので、まあ、もう何でもできるな、音響の技術とかそういったところで、まあ、ソニーさんの技術とかものすごい乗っかっているところだと思うので、プラットフォームとしてすごいなって思いました。エンターテインメントと車の体験をこう融合させて違う体験を提供するっていうので、いろんな可能性があるかなと思いました。上品というか上質な空間だなというふうに思って、車の中で過ごす体験みたいなのが移動だけじゃなくて新しい価値みたいなものをこの車だと作っていけるのかな。絶対ドライブは楽しくなると思うので、なんかいろんなことが想像できるなと思いました。